ディーンは韓国の男性シンガーソングライターである。ステージネームのディーンは俳優のジェームズ・ディーンから取ったもの。幼い頃から常に音楽を聴いているような子供だった。ディーンは YG 所属のエポックハイの歌をよく聴いており、その社会的、哲学的な歌詞に感銘を受け、自分もラップをすれば多くのメッセージを伝えることができるのではないかと考えた。そして16歳で、 アンダーグラウンドでラッパーとして活動を始め、キースエープも所属していたザコホートのクルーになる。18歳からはディーンフルエンザ名義で数々の韓国人アーティストに楽曲提供を始め、今までにエクソのブラックパールやビックスのブードゥードールなどの制作にも関わり、ソングライターとしての知名度を高めていった。2015年1月からは歌手活動を本格化させ、 6月にサウンドクラウド上で日系アメリカ人の女性歌手ミラジェートのヒアナウ、を発表。2月にはユニバーサルミュージックからシングル I ア m Not Sorry を発売した。10月に発売したシングル p o ア r u p は翌年2月に開かれた韓国大衆音楽賞で最優秀 r b ソウル楽曲賞を獲得した。3月に初めての EP 作品130ムード。 TRBL を発売。このアルバムは、アメリカの iTunes チャート K-POP 部門で1位を記録する。同月、アメリカ最大級の音楽、映画、インタラクティブフェスティバルである SXSW2016 に出演、世界的に影響力を誇る、音楽雑誌のスピンに、最優秀、オープニングアクト5人として紹介された。5月、ミニアルバム130ムード、 TRBL からの楽曲 D が韓国のガオンチャートで月間18位を記録。これまでのダウンロード総数は韓国国内のみで123万ダウンロードを超えている。6月には少女時代のメンバー、ペヨンのソロ曲スターライトに客演参加。これをきっかけに自己、クラッシュとのバミューダトライアングルやヘイズとのアンドジュライなど多くの作品に参加し、客演ヒットとなる。 9月、韓国のリアリティ番組、アンプリティラップスターさんに出演2作のコラボレーションシングルを発表した。10月、韓国最大の音楽祭、ネットアジアンミュージックアワーズで D が、ソング・オブ・ザ・イヤーに本人が最優秀男性ボーカルパフォーマンスにノミネートされる。11月22日には、日本の DJ、スター・ローの公演のゲストとして初の来日公演を、 渋谷サウンドミュージアムビジョンで行うミニアルバムオフィシャルシングルプロモーショナルシングルその他チャートインした楽曲ありがとうございます。